パウロポポービチはソ連の宇宙飛行士である。初めて宇宙に行ったウクライナ人。パーベル・ポポービチは1930年10月5日にウクライナソビエト社会主義共和国キエフ州ビーラツエルクバチクウズイーン村に政教主催を祖先とする労働者の家で生まれた。ポポービチは1960年にソ連の第一期宇宙飛行士グループを選抜する訓練に 参加する20人の空軍パイロットの一人に選ばれ、1962年のボストーク4号と1974年のソユーズ14号で二度宇宙に行った。コールサインはベルクート。ボストーク4号はアンドリアン・ニコライフの乗るボストーク3号と初めてランデブーすることに成功した。ボストーク計画とソユーズ計画の両方で宇宙飛行を行ったのは他に、 バレリー・ブイコフスキーだけである。1982年に宇宙飛行士を引退した。2009年9月29日、脳出血のためウクライナのクリミア自治共和国、グルズーフ市の病院で死去。ボストーク4号に乗っているポポービチ1984年、ポポービチは科学アカデミーに新設された、異常空中現象部会 UFO 委員会の委員長となり UFO 学を手掛けるようになった。 2002年に SCI-FI チャンネルのドキュメンタリー番組アウト・オブ・ザ・ブルーでポポービチはワシントンからの帰りに航空機と並んで飛ぶ UFO を目撃したと証言した。UFO は飛行機内のすべての人に目撃された。完全な三角形の形で飛行機から約 1.5km、1000m 上空で白いとても明るい光を放っていた。 その物体は30秒から40秒程度で飛行機を追い越し、速度は時速 1500km と推定された。ポポービチは、ロシア UFO 協会とロシアのウクライナ人会の会長を務めた。彼は、ソ連空軍の大佐で、伝説のテストパイロットであるマリナ・ポポービチと結婚し二人の娘を設けたが離婚した。ありがとうございます。